はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシュンです。今日はですねこちらのこの画材を使ってミニブーケを作っていきます。まあちょっとこういうこれ名前忘れちゃったんですよね。まあ分かったらこのテロップにやってる最中こう入れていきますんで、分かんなかったらすいません。ではですね、まあフィーリングでいきましょう。フィーリングでね。では早速いってみましょう。フィーリングでどうぞ。はい、では始めていきます。まずこのレモンリーフですね。こういう葉っぱを何ていうんですかね、こうと整えていくんですよ。こんな風になってるじゃないですか。これを例えばこういらない葉っぱを取ったりとかして、こう整えて花束に使いやすいような形にしていきます。これがね、毎回言いますけど花束で一番重要なんです。こうすぐピュッと使えるペッ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 って使えるようにしておくのが重要なんです。これをしとかないとなんだかんだで後ですごくこう大変な目に遭います。ピッピッてピッピッて狙いようにしておくんですよ。ピッピッて重要なんです。はい、次にこのドラセナもいつも言ってるようにこう1枚ずつにこう分けて、まあ、ちょっと長めのも今回アレンジだとよくこう長めの取っておくんですけど、まあ、花束でも少しこう長めの葉っぱを取っておくともしかしたら後で使えるかもしれないんで、それでこう葉っぱを必ずこう綺麗に整えておく。こうヨレヨレ、このヨレヨレのまんま使うと花束もヨレヨレになるんです。そうすると出来上がりもヨレヨレになって、あなた下手ねとかって言われちゃうんですよ。こうやってね、1枚ずつ葉っぱをきれいにしとけばあなたうまいわねってことになるんです。もうそこだけですからポイント。グラスを丸めてこうホチキスで止めたこういうパーツも作っておきます。最近ね、でこの葉っぱをこう出すか出さないか、ここも結構重要なポイントになるんです。こういうところでうまいわねとか下手だわねとかって言われるポイントになっちゃうんですよ。でちなみにこのホチキスはイケちゃんのホチキスです。忘れてたんで僕はゲットしました。では実際に花束を作っていきます。まずこのアジサイですね、この超綺麗なアジサイを持ちます。そしたらこのさっきのこいつ、名前の分かんなかったこいつですね、こいつをまあ要するにまあこう大きいものですね、大きいものからこう組み合わせてっちゃうと割と楽になります。そしたらこの次にこのドラセナを間に組み込んでいきます。こういう感じですね。こういう感じでドラセナを組み込んでいきます。こういう感じですね。こうもっとアップで花を取れるって言いたいんでしょ。今日はね、僕が出たい気分なんですよ。だからアップにしませんから。気に入らない人はバットボタンを押しとけばいいじゃないですか。これね、始まった瞬間にバットボタンね押すやつ必ず一人いるんですよ。あれね、絶対アンチ俺だろう。分かってんだよ。バラ入れました。はい、こうバラが入りましたね。こうバラが入りました。花は全部こうスパイラルに組んでいきます。あ、ね、レモンリーフを入れていきます。裏側って必ずこう背面上がりみたいになるんです、花束は。なので必ず1回は回して見てみましょうってこれ。ライト近すぎて俺テカテカに光ってんじゃねえかよ。次はもうテカテカでいきますよ。もう
今日はテカテカなしんちゃんできます。こう巻いてこう持ち込む、ね、さっき丸めた葉っぱはこう花束の中心部分に、あ、丸めた葉っぱ、丸めてホチキスで留めた葉っぱは花束の中心部分に入れて、この花束の外側に入れる場合は必ずこう長いドラセナとかを持って、それドラセナの先をこう持ち込みますね。そうしないとホチキスってやっぱりこう外れるんで、外側ってどうしても花瓶の外この縁とかに当たるんです。その時にバチッと外れるとみっともなくなりますから、この外側だけは巻き込んで持つ、これがポイントです。だんだん超綺麗になってきてるの分かります？やっぱりね。色合わせなんですよ。で、少しこう長めにしたドラスナーも入れていくと、こう型流しみたいになりますね。で、ラストにこの長くしといたドラスナを、まあ長くしたい場合はこう長く伸ばせばちょっとこう横長のね花束になるし、丸めちゃえばもうこのまま丸い花束になりますけど、今回はちょっとこう横長の花束にしてみます。ではこれでバンディングします。こんな感じですね。こんな感じ。では正面から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。こういう感じですよ。こういう感じです。なかなかいいでしょね。やっぱりね、なんだろうな、そんなにね難しく考えないことだと思います。スパイラルもまあ1本崩れてるとか2本崩れてるとかっていうこともまあありますけど、でもまあそれもまあ例えばですよ、スパイラルじゃが1本崩れてるけど、すごくこう綺麗なね、上から見たら綺麗な花束とスパイラルがピシッとなってるけど上ぐっちゃぐちゃで汚い花束って、どっちもらいたいですか。やっぱり上が綺麗な花束もらいたいじゃないですか。だからまあスパイラルはね、例えば1本崩れてるとか、まあそれはね、競技会の時とかはまあそれで減点とかになっちゃいますけど、まあ実際にね、こうもらう場合はやっぱり上が綺麗な花とかがいいですよね。そう思います。僕はスパイラルも上から見たのも完璧です。じゃあまた次回お会いしましょう。 See you next time.